いつもご視聴ありがとうございます。トムケン TV は旧車のイベントやオーナーさんに愛車の紹介をしてもらったりする、旧車に特化した、チャンネルですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんこんばんちは、トムケン TV のトムケンです。はい、ここにね、非常に珍しい車があったんで、オーナーさんに取材を申し込んだところ、開拓していただきましたんで、オーナーさんに話を伺いながら、撮影したいと思いますんで、オーナーさんよろしくお願いします。まず非常に珍しい車なんですけども、この車は何という車なんでしょうか？ギャランシグマです。ギャランシグマですね、皆さん。これがね、ギャランシグマですよ。何年式のシグマなんでしょうか？昭和54年です。54年式。54年式のシグマというと、まあ、前期とか後期とかっていうのはあるんでしょうか？後期ですね。あ、後期になるんです。前期みたいなのが丸目なんです。あ、丸目が前期で革目が後期なんですね、はい、なるほど。これグレードってちなみにあるんでしょうか？スーパーサルーンです。スーパーサルーン、それはどういうグレードになるんでしょうかね？一番上です。あ、最上級グレード、はい、走りという意味でも豪華仕様という意味でも両方面で最上級ということになるんです、はい、なるほどね。この革命のね、この感じ見てくださいよ。80年代っていう感じがしますよね。で、オーナーさん、このボディカラーなんですけども、はい、これって純正色なんですか？純正色です。あ、純正色、はい、これは再塗装ってされてますか？フルオリジナル。フルオリジナル、はい。え、ちなみに小野さん、これいつ購入されたんですか？これは5年前ですね。あ、5年前、はい、これナンバー見る限り当時のナンバーですよね、はい、これは前の小野さんから引き継いでるということなんですか？はい、あ、そうなんですね。なるほど、素晴らしい。このな、このナンバーのね、2桁のナンバーっていうのがかっこいいですよね。で、再塗装されてないというめちゃくちゃ綺麗な状態ですけども、これは2オーナーとかですか？もしかしたら2オーナーですね。あ、じゃあ前のオーナーさんから現オーナーさんとずっと体質に乗り続かれてきたので、このような綺麗なコンディションというわけなんですね。で、見た感じチンスポがついてると思うんですけども、これは何用のチンスポなんですか？これ箱スカ用加工して。あ、箱スカ用加工、これはオーナーさんがされたんですか？はい、なるほど。ちなみにこのカラーリングって、これなんていうカラーリングでしたっけ？なんていう色でした？分からんの。あ、これ分からないんです。なるほど。で、これはこのフォグランプに MMC と書いてるんですけども、これ純正ですか？あ、純正です。あ、なるほど、素晴らしいですね。じゃあ前のオーナーさんがオプションで付けられたと、はい、いうことなんですね。で、スーパーサルーン、アストロン80、あ、アストロンエンジンが載せられているということですね。この辺もね、後でちょっとね、見させていただきたいということでね、まずサイドに回っていきましょうね。サイドに回るとですね、渡辺ホイールが装着されてますけども、これはオーナーさんが履かれたと。あ、これ前86に履いとった、はい、ホイールを作ってました。あ、以前は86に売られてたと、はい、でもなんでこのシグマに、86からシグマにっていうことになったんですか？あの、レースとはした車はもういらんのんで、はい、オリジナルの綺麗なものを探して。もともとこのシグマを探しておられたっていうわけではないんですか？ないですね。たまたまこのシグマがあったと、はい。いや、これも全然見ないんで、非常に貴重なね、車だと思います。なかなかね、いい出会いがあったんだと思いますよね。で、これ、じゃあオフセットとかも86用ということなんですけど、これなんか非常にバッチリ決まってませんか、これ。あ、スペーサーなしで8本持っとったんで。はい。あ、8本の中からチョイスされたと。チョイスして。これ車高って落とされてますかね？車高はちょっと下げてます。これは何で下げられてるんですか？バネカットで。バネカットで。はい、で、非常にね、ツラツラにね、決まってますよね。で、特にリアの具合なんかめちゃくちゃね、かっこよくね、ちょっとフェンダーに被った感じが非常にかっこいい。これがね、たまたまあったね、中からね、チョイスされているという。で、非常にかっこよく決まってる。でね、僕このね、シグマのね、かっこいいところはこの中央の、このモールなんですよね。この、ちょっとなんかくの字になってますよね。はい、で、それがね、かっこいいんですよ。僕、それがちょっとシグマの大好きなところ。で、ここもかっこいい。これを見てください。このね、ちょっと深淵を描いてないフェンダーに被ったこの渡辺と。これがかっこいい。ね、これがね、ギャラン、シグマですよね。で、ここにはね、
いつものやつですよね。飾りのように見えて、この内圧を逃がすダクトになってますね。で、ここには、これ当時っぽいアイテムが装着されてますけども、これオーナーさんが装着されたんでしょうか。いや、これもついてます。ついてたんですか。これが決め手です。これ、オーナーさんこれわかりますよね、これ なんというアイテムか。なんというアイテムでしょうか、これ。ガム入りの。はい。マジックカーテンというやつですね、これね。これ前のオーナーさんがこれつけられてたんですか。はい、そういうやんちゃな感じの仕様やったんですか。いやいやいや、そんなことないですよね。ドノーマルですよね。シートカバーもかかって。なるほど、ドノーマルなんだけども、ここだけねやんちゃな仕様だったというね、なかなかお茶目な仕様ですね。で、リアからもねちょっと見ていただきましょうね。このねボディラインですよね。この真ん中のモールを境にね、ちょっとこのねくの字になったこの感じ、これがね僕好きなんですよね、シグマのね。で、リアテールってこれ前期と後期で何か違う点ってあるんでしょうか。いや、わからんのです。あ、そうなんですね。なるほど。で、マフラーがちょっと綺麗なマフラーが収まってるように思うんですけども、これ社外品ですよね。あ、社外品の加工して作りました。あ、そうなんです。これはワンオフで作られたとかそういうわけではなくて。あ、太鼓は買って、はい、あとはワンオフ。ワンオフで、はい、なるほど、いい音色がしそうですよね。で、これね、ギャランシグマのマークで MCA ジェットというね、これ規制後のやつなんですよね、これ確かね。規制後のエンジンにはこの MCA ジェットという風になるとね、はい、いうことですね。じゃあ小野さん、ちょっと室内で見せていただいてもいいでしょうか。はい、開けさせていただいていいですか。すいません。はい。室内はグレー系。このグレー系っていうのは、これも室内はもう本当に ノーマルの状態。ノーマルです。ね、素晴らしいですね。ノーマルのシート。ちょっと、ね、最上級グレードなんで、ふかふかのね、シートですよね。で、シルバーを基調とした内装と、このステアリングもこれノーマルですか。ノーマルです。あ、なるほど。これね、確か廉価版になるとなんか変な日本スポークじゃないですか。なんかね、ね、なんか変なスポークなんですけども。さすがね、最上級グレードはちょっとね、この日本のスポークがちょっと戦闘的でかっこいいですよね。ウッドハンドルになって。ちょっと座らせていただいて大丈夫ですか。ありがとうございます。はい。シートもふかふかでね。あ、はい。ね。非常にメーターパネルもかっこいいですよね。一番右が、燃料計。で、その右がタコメーター8000回転を刻んで、スピードメーター180キロ。で、その左は、水温と、あと各種の警告灯ですね。で、小野さん、一番左にある警告灯ってこれ何なんですか？あるエアコンの吹き出しとかが。はい。光るんですか？光ります。今でも光りますか？光ります。ちょっと、光っとこう。はい。あ、これ皆さん分かりますか。これ今吹き出しているところをなんか矢印というか風が出てますね。これもエアコンだけですか。エアコンだけです。あ、エアコンだけなんですね、うん、なるほど。これね、80年代の謎機能の一つですよね。今ではこんな機能はないんですけどもね、当時はチャレンジングな機能が満載だったですね。ありがとうございます。すいません。で、中央のセンターコンソールにはまあエアコンなんかのエアコンがついていて、これが素晴らしいですね。このラジオとカセットデッキが、これの純正のノーマルですか。ノーマルです。これ未だに小野さんもしかしてカセットで聞かれてるんですか。カセットで聞きます。あ、素晴らしいですね。なるほどね、カセットで聞いてというね、それがいいですね。で、あ、このシフト見てください。これ5速なんだけども、これプッシュで書いても分かりますか。これバックに入れるときにプッシュじゃないと入らないんですよね。ちょっとオーナーさんやらせていただいていいですかね。ありがとうございます。ね、これね、これ、バックに入れるときに普通でやろうと思ったら入らないんですよ。硬いんです。だけども、こう、押しながらやと、こういうふうにね、入れられるというね、このタイプがね、結構この時代には多かったんですね。で、ここに電動ミラーがついている。で、グローブボックスにもギャランシグマのマークがね、かっこいいですよね。
で、ちょっと室内からね、リアを見て、あ、オーバーヘッドコンソールかっこいいですね。これも警告灯、シートベルトとストップランプ。で、このあのルームミラーですね。非常にね、天井も非常に綺麗ですよ、これね。はい。で、このね、リアのシートも非常に綺麗。で、この室内から見えるこのマジックカーテンですよね。あれ、アクリル板をね、内側から貼るんですよね。はい。非常に綺麗なね、内装ですね。ありがとうございます。で、ちょっと小野さん、エンジンルームって見せていただいてもいいでしょうか。はい、ありがとうございます。これがね、まあ、あの、フロントグリルにもね、書いていたアストロンエンジンですね。まあ、あの、三菱の伝統でね、エンジンにはあの、惑星のネームが、名前が付くんですよね。こちらはアストロン。これ何 cc ですかね、アストロンエンジンっていうのは。2000cc のシングルキャブなんですか、はい、シングルキャブで。あ、シングルキャブなんですね。はい、なるほど。ね、アストロン80。アストロン80というね、これがね、このギャランシグマの最上位グレード。めちゃくちゃ綺麗ですね、エンジンルーム。エンジンがね、非常に綺麗。でね、この純正色、フルオリジナルということがわかるようにね、ここには、この内装も、エンジンルーム内も、このクリーム色というんでしょうかね。これがね、非常にかっこいい。これ、オーナーさん、エンジンはもうノーマルですか？ノーマルです。ノーマルなんですね。はい、じゃあちょっと、エンジン音ってちょっと聞かせていただいていいでしょうか。はい、ちょっと煽っていただけるとありがたいんですけども。エンジンかけたままでも大丈夫です。すいません。最後ちょっとボンネットだけ閉めていただいていいですか。はい。というわけでね、今となってはもうほとんど見ることがなくなった非常に貴重な後期のね、ギャランシグマでしたね。小野さん、すみません、ありがとうございました。お連れさんも申し訳ないです。お待たせしてしまって。いいね、ありがとうございました。名刺でちょっともらっていただけないですか。なめ猫じゃん。すみません、お待たせして。